間短いんでやっぱりプレッシャーがかなりあります。もう本当にタイトになっちゃってるので捨てるとか捨てる。4パターンとします。それはそのコロナの間に、学習がどれぐらいできましたかっていう、例えば縦軸を取ったとすると、横軸にそのコロナのことでどれだけその不安感とか、ストレスとかそういったものを感じてますかっていうふうに分けて、そうすると例えば学習時間もたくさん取れたけれども、すごくストレスを感じている生徒っていうのがいると思います。逆に学習時間もできてすごく安心できて落ち着いている層もあると思います。逆もあって、学習時間はあまり取れなかったんだけど、いや結構大丈夫って、あんまりダメージ受けてないよっていう子たちもいれば、ここが一番厳しいですけども、学習時間は少ない割にその不安になって、ですから、あ、この子はこの4つのどこかなっていうのを意識してアドバイスをするようにしてます。今やるべきことっていうのをリストアップして、優先順位をつけるっていうことじゃないかなと思うんです。その限られた時間の中でやれることを最大限やって、次にどんどん進んでいくっていう、江戸時代が終わらないからずっと江戸時代をやるよりも、一定のところで見切りをつけて鎌倉やった方が、本音で言えば捨てるとか捨てる。そうしないとどんどん心の負担が、ああ、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃ、あれもっていうのが、夏休み2週間で自分のオフの日を作りなさいって、十何時間勉強頑張っちゃおうって思うと、夜型にだんだんなっていって、昼夜逆転するとやっぱりストレスはなんかなかなか解消されない気がします。マックスはもう14以上はやらない方がいいと思います。寝る時間が減っちゃうから。結局自宅学習できるか否かだと思うんですよね。残念ながら自宅だとできないっていう子も一定数いるんですけど、そういう生徒も、そういう子はやっぱりそこの格差がどんどん広がるのが今年の大きな特徴だと思いますね。短くなってしまった時に、計画立てる時に絶対的にやっぱ優先なのは基礎だったり、自分が苦手な分野だったり科目だったりで、絶対に人って好きな科目とか得意な科目をやりがちなので、苦手科目から逃げないじゃないですけど、ちゃんとその時間を、決まった時間を割くっていうところが大事になるかなと思います。少なくとも英数国の主要な科目に関しては、苦手な分野がないような状態にはなっていてほしいですね。いきなり過去問とか応用問題とかから始めるのは絶対危険なので、成功する子はちゃんと計画通りやる子で、成功しない子は逆に張り切りすぎてなんこう無理難題というか、ものすごいこう負荷の、いやそんな無理でしょっていう計画を立てて計画倒れていたりとか、夏だからって結構無駄にこう背負わずにしっかりと学校で習ったところをやっていくっていうところだと思います。